イエーイ、ヤフオクで、商品を落札しました。ちょっと高っ、運賃がね、商品は安かったんですけど運賃がその分高くついちゃったんですけどね。こんなちっちゃなケースなんですけど、よしよしよし、何でしょう何でしょうって、まあ自分は落札したから知ってるんですけど、じゃあレコードです。レコードを落札しました。レコードプレイヤーをね、友人からいただいたんで、レコードをブルージーンズメモリータノキントリオですね。これトシちゃん一番っていうシャツ着てます。懐かしいですね。タノキントリオブルージーンズメモリーのサウンドトラックですね。で僕が好きな、実は地味に好きなのはこのアルバムシャイニングっていうね、迷えるウルフ、オオカミで、キスで眠れで、野良犬のダンディズムが好きです。よし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 。そしてザ・マッチ、ベストアルバムなんですけどね、これ僕当時ね、発売された当時小学校6年生かな、中学1年の時で、当時カセットテープで買ったんですよ。カセットテープで買って、でそのカセットテープはいつの間にか掘ってしまってたんですけどね、なんで掘ったんかわからないんですけど、まあ今回ちょっとレコードで買ってみました。なんであの当時カセットで買ったのかもちょっと いまいち理解、自分でもわからないんですけど。でドリーム、これは僕が中学3年の冬、いわば受験前に発売された、アルバムですね、イブの告白っていう名曲が入っております。とても大好きな曲です、アルバムです。でこれが中1かな、小学校6年かなに発売されたオリジナルアルバムです。サマーインティアーズ、結構名曲が入ってるんですよ、意外と実は。でまあ絆、シングルやったら絆が入ってるし、カップリングもハイティンブギーのカップリングももこの曲も入っております。サマーインティアーズ、これもねよくね聞きました。発売された当時で、これは小学5年か6年ぐらいの時に発売されたウィング、この中で僕はもう一度キャロルっていう曲が大好きで、で実はこの髪型に当時憧れてこの髪型をしてました。この髪型をね、マッチのこの髪型に憧れて、生意気ながらも小学6年生ぐらい、中1の時こんな頭してました。テクノカットにね、テクノカットでね、ウェーブって言うてね、こう片方を上げるドライヤーでウェーブを一生懸命ね、上げてやってました。このヘアスタイルが実は地味に好きです。これは嵐を呼ぶ男の
サウンドトラックですね、映画タノキントリオ、うん、まああんまりこの辺は小さすぎて記憶にトシちゃんのサウンドトラックも入ってました。これはちょっと予定外でした。予定外ですね、うん、僕はトシちゃんは好きじゃないです。むしろ嫌いな方です。なんで入ってたんかな。まあタノキントリオやからでしょうね。そして、バンザイ振られてバンザイが入っておりますね。このアルバムもそんな聞いてないんですけどね、まあちょっとこれを機に聞いてみたいと思います。そしてこれがギンギラギンギにさりげなくとか入ってますね。これも、あまり聴いていないアルバムですけど、これはどの時期のやろうな。シングル曲は入ってないな。ハイティーンブギぐらいの時代のアルバムですかね。とても懐かしく感じます。これが、デビューアルバムになりますね。スニーカーブルースが入ってるんで、で、悲しきハイスクールという名曲も入っておりますね。これがマッチのデビューアルバム。サンクアイユーっていうんですかね。まあこんな感じで、何枚でしょう。何枚でしたっけ。1枚2枚3枚4あれ4枚5枚6枚7枚8枚9枚10枚11 12枚セットで買いました、この度。まあまだね全部揃ってないんですけどね、また随時ちょっとずつ一遍にはね、買えないんで、さすがに商品はレコードなんでね、安いのは安いんですけど運賃が意外とかかるんで、結局運賃代足したらいい値段しちゃうんでね、だから一遍には買えないんで、またちょっとずつ揃えていきたいと思います。そしてまあこれ一つ開けるとしたら、思い出深いザ・マッチなんですけどね、じゃん、じゃん、こんな感じです。じゃん、ちょっと汚れが目立ちますけどね、じゃん、こんな感じです。よっしゃっしゃっしゃか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 しゃ、まあ、またね、聞くときダビングするときに1枚ずつね
じっくり紹介したいと思いますんで、今日はバクッとね、手短に、紹介させてもらいました、またね、じっくりと、紹介したいと思いますんでね、入らないですね。なんででしょう。まあこんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。それじゃあ皆さん、またの、実はまだね、これ以外にも落札しているのがあるんで、また届き次第紹介したいと思いますんで、皆さん楽しみにしていてください。それじゃあね、バイバーイ。